新食系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。金曜日となりましたので ASMR 実況を投稿いたします。本日もバルハラ続きから遊んでいこうと思います。で、このゲーム日付がですね、ゲーム内の日付が12月31日、でその次がエピローグとなってるらしくて、で現在本日のこのゲーム内の日付が12月23日でございます。ね、終わりがちょっと近づいてまいりましたね。12月31日なのであと1週間ちょっとということかな。じゃあね、エンディングも近いのでね、楽しみにいってまいりましょう。
良い職場を選んだな。もったいねえお言葉。ボスはイカシバニちゃんのお給料払えるのかな。人間の経済活動にちゃんと組み込まれているんだろうか。 CIRA のその忠誠心無駄にはせぬ。 CIRA をもっともっと素晴らしい組織にするのだ。だって店がもうじき閉鎖されるんだよ。ボスにそんなお金の余裕がある。しかしもっと差し締まった問題がある。例えばまだ犬数分のボールがないなどだ。かわいい。俺たちが使ってるのを一緒に使っちゃダメなんですかい。よく見るとイカシバが喋ってる時下は動いてるんですけど、こっちのナチョが喋ってる。あ、まばたきした。ナチョが喋ってる時下動いてないような気がします。あ、でもそんなことなかった。動いてた。ごめんね。愚か者。使おうとしてるんじゃ、お客さん
さぎ、なんか最近そういう話聞いた気がするね。うさぎを飼ったことない。すごく神経質で、どんな些細なことにも死ぬほどびっくりするんだよ。いつもおどおどしながら周りを見回して、誰かの危険を損ねないようにしてるの。あの子は一人でいる時もそんな風で。政治的ってどういうことだろう。そのことが社内で問題になってたわけじゃないんだけど、この前一緒に出かけた時にね、ローラったらかわいそうにろくに口も聞けなくなっちゃって、緊張しなのかな、一言何か言うたびにシーンとなって、自分の発言が失礼じゃなかったかどうか考えてるの。いい子なんだけどね。それに誰にも失礼のないようにするって態度も立派だとは思う。でもどうか過ぎてる。それは君のせいでもあるんじゃない。昔ね、いじめられてたとかそういうのが、圧力というかそういうのがあったりするとそういう性格になっちゃうことかも多いですよね。彼女に聞こえるくらいの距離にいるときに、君はやたらと、あ、なんですって、って大声出してるだろう。まあ、それは、あれよ、おどおどしてる彼女がすっごく可愛いから、ウサギみたいに、いじめてるつもりはないってことか。ってことはもしかしたら、してくれるから S だなぁ。いじりがいのないあなたと違って、あの子は本当にドキマキモジモジして顔を真っ赤にしてくれるんだから、それの何が楽しいの。だってあんなに可愛い子がそんなことをするんだよ。でもその調子で続けてたら、彼女もいずれ君を相手にしなくなるか、そういう態度になれっ子になっちゃうんじゃない。出社してるんです。犬好きだからよ。だからこそあなたとお似合いなんじゃないかなって。バカバカしいね。女同士だからうまくやれるでしょって理論と同じだ。そうだね、心理だね。今のは例えが悪かった。あ、そうなの。ちょっと聞いても。どうぞ。そのローラって人が本当にあなたが言うような人だとしたら、
新規臭い顔はやめて。
一番覚えてるのは、パパがブランディーニを注文してくれたこと。お酒なんて15の時から飲んでたし、酔いつぶれたことも一度や二度じゃないけど、あのお酒は違った。酔うために飲むんじゃなくて、それを飲むこと自体が喜びになるお酒。へー、パパもブランディーニは私に似合ってるって言ってくれたっけ。へー、その日以来、パパは時々私をブランディーニ娘なんて呼んでいる。浴びるように飲んだんだろうな。いいお父さんだね。いつかあなたにも紹介したいな。って、何をそんなにしぼんでるの？しぼむ？昔ね、悲しいことがあって、ずっとため息をついてたら、おじいちゃんに言われたの。ため息ばっかりついてると、古いタイヤみたいにしぼんちまうぞって。出るようになったってニュースと関係ある？そのニュースはもう古いよ。確かに問題ではあるけどね。でもうざいなって思うぐらいで悩むほどのことじゃない。チル、あなたは今どんな気分？私の鬱憤をぶつけて、その気分を台無しにしてやりたい。これはどっちの意味なんだろう。今チルちゃん最悪の気分だから、それを台無しにしてやりたいっていう意味なのか、チルが今いい気分だったらこうむしゃくしゃしてやったってやりたいってことなのか。残念、ここ数日はどん底だから、これ以上悪くなりっこない。だから話してみて、あのその悩み全部ぶつけて。警告はしたからね。怖いな。姉のダイアナのこと覚えてる？
何よりも大切に思ってる。でもダイアナは冗談抜きで許せないようなことを平気でしてくるんだよね。何か力になれることはある？もうなってくれたじゃない。あ、ブランティーニ、相手が相手だからね。こんなことでムキになっても仕方ないし、まだ腹渡が煮えくり返ってるけど、家族の誰にもこんな話はできない。いや、家族にこそするべきだと思うけどね。ママにあなたの娘はインバイよなんて言えないでしょう。言っていいと思うけど、ただ胸の重荷を下ろしたかっただけ。うーん、あなたの胸にはまだぶら下がってるみたいだけど、パンパンに膨れ上がった重荷が、いいえ、これには愛と夢が詰まってるの。あなたの家系はみんな巨乳。一番大きいのはパパだけど、筋肉感、冗談冗談。唯一巨乳の遺伝子を引き継がなかったのがエヴァかな。エヴァは包茎手術か遺伝子治療を受けたいって言ってたんだけどね。ありのままでいいのよって思いとどまらせた。どうなんだろう、持てるものが持たざるものを説得させたっていうのもむごい話だけど、巨乳なんて面倒なことの方が多いんだから。弟のバーナードも8歳の時から胸が大きくなり始めた。かわいそうに。想像がつかないな。でも私にはママの家系からの遺伝があまり入ってないといいんだけど、パパのお姉さんや妹さんは今でも若々しいんだけど、ママは更年期に入ってから一気に老けちゃって。あなたの家系はどう？何かいい遺伝子を引き継いだ？こういう考え方をしたことはなかったな。人並みのお肌と髪かな。エビアレルギーの親族もいるけど、今のところ私には出てない。へえ、そうなの。うん、ところでダイアナの話に戻るけど、私が何を一番心配してるかわかる？元旦那とよりを戻すんじゃないかってこと。子供たちがどんな大人になっちゃうか。それはまあ、今後うちの親が育てることになれば、ダイアナが育てるよりはマシでしょうね。私が心配してるのは、もしかしたら自分も姉さんみたいになっちゃうかもしれないってこと。なんで？いい人を見つけてようやく落ち着けたと思ったのに、そいつがクズだって分かったら、そいつがクズだって分かったら、つまりいい人じゃないってことだから、バイバイすればいいんじゃないの？突然何もかも捨てて、私は生きたいように生きるとか言い出したら、もしその時子供がいて子育てを放棄するようなことになったら、そんなことを心配
し落ち着いた。ありがとう。それが私の仕事だからね。さっきあなたも落ち込んでるって言ってたよね。何があったの？気にしないで。何言ってるの？悩みを聞いてくれたんだから、今度は私が力になる番。本当に気にしないで。まあね、アルマは友達でいてくれようとするんだもんね。あ、そうだ、伝え忘れるところだった。何？今度の日曜日、ここでメガはクリスマスパーティーやるんだけど来る？今度の日曜日クリスマス、今が23日の金曜日だからあと2日後ですね。あさってか。今年のメガクリスマスは実家に帰ったらひどいことになりそうだから参加させてもらおうかな。チキンなら私が用意できるけど、そっちで買う予定はある？実はよくわからないの。でもよかったら持ってきて。無駄にはならないと思う。了解。ね、チキンで一番好きな部分、部位はどこ？もも肉。一番好きな部位、ももかな。ね、柔らかいよね。本当に私は胸が好き。胸はちょっとあっさりしすぎかな。ももの方が食感がいい。あー、もも肉ね、片栗粉でやって水晶鶏にするのがいいですよね。かもね。でもあっさりの方が飽きが来なくていいの。でも汚れにくい。ふむ、愚かな娘たちだ。ボス、胸だのももだの素人臭い話をしているようだがな、チキンの醍醐味は手羽にあり。美味しいよね。ボスなんです、それは。スパイシーチキンウィングだ。どこで買ってきたんですか？今食べてんの？スパイシーチキンに決まってるだろう。言わせるな。ここから2ブロック先にある店だ。質問が悪かったですね。どうしてスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いてるんです？ならばこちらからも聞くが、どうしてお前はスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いていないのだ？哲学的なのかどうなんだろう。だって、そんなことだと思ったよ。いや、アーミデイジー、アルマです。分かってて言ってるんだ。パーティーに持ってきてくれるというチキンは調理済みのものか？もちろん調理されてるやつですよ。温め直した方がいいでしょうけど、それはありがたい。パーティーは日曜の午後8時からだ。ありがとう。ではな、オフィスに戻っているぞ。バケツを忘れてった。食べる？もらおうかな。マイルドな辛さで美味しい。店によるんでしょうけれど、こう日本のバーって軽食が存在しないことが多いような気がします。まあ、私が言ってるのがね、そのこう言ってるというか、私が言ってたところがこう貧乏臭かっただけなのかもしれないですけれど、変だな。ボスがチキンを置きっぱなしにするなんて、注文と違うのが出てきたのかな。いつもはもっと辛いのを頼んでるの。前のはバケツに近寄っただけで喉が痒くなった。へえ。もくもく。ねえジル、どういう男が好みなの？どうなんだろう、ジルちゃんってバイなのかな。何それ、いきなり。正直あんまり襟好みはしない。ある程度まともならそれでいい。嫉妬しない、喧嘩っ早くない、それから仕事をちゃんと続けられるくらいの責任感があって。ダメよそんなの。マッチョがいいとか高身長とかあるでしょ。タトゥーもピアスもしてない人かな。どっちもあんまり好きじゃない。外国の人のタトゥーとピアス威圧感ありますよね。あなたは身なりの綺麗な人、イケメンに限るとかそういうことなのかな。ノリの効いたシャツにコーデされた服でビシッと決めてるだけで見つめちゃう。その上細マッチョなら言うことなし。でもまずはビシッと決まってるかどうかだね。
に飲む。
思えて、やりたいことは見つからなかったけど、やりたくないことだけははっきりしてたんだったら、どの道進んでもこうなってたと思うけどね。おまけにガビに八つ当たりしちゃうし、確かあの子はレノアの死を私のせいにしてた。でもまだほんの子供だよ。自分を女で一つで育ててくれたお姉さんはなくし、あ、だから夜の危ない街を一人で歩くこともできるのか。何よりも自分がどうしてずっとレノアに謝るのをためらっていたのか、その理由さえ思い出せない。プライドのせい、恐怖のせい、自分が愛した素晴らしい人を忘れようなんて愚かな努力をしてたから。でももうそんなどうでもいい。彼女に謝る機会はもうやってこない。絶対に。ほんとどうしようもない。私って身勝手なクズ。あー、何も言えなくなっちゃったね。正直なんて言ったらいいかわかんない。こんな話だなんて思ってなかった。私、おい、そこのおっぱいバーネンだ。でもいいね、ジルちゃんはこれがいいね。はい、ビール持ってこい。大ジョッキでな。すぐにお持ちします。ビールの代、どうやればビール代になるの、お任せください。はい、どうぞ。ビールの代です。ありがとう。そうだ、部屋に溜まってるビールの空き缶捨てないと。ビールよく飲むの？ BTC がやってる缶移植のいいところは、ビールをいくら飲んでもそんなに酔わなくなるところだね。そうね、穏やかで頭が良くて、大学時代私は石頭で、何かあるとすぐに怒ってたし、いつもイライラしてた。じゃあ今と同じね。ちょっともっとひどかったの？想像つかないけど。しなくていいよ、恥ずかしいから。それはともかく、彼女はいつもそばにいて私をなだめてくれた。話題の引き出しもすごく豊富でね。ある時はビデオゲームの話、またある時はスポーツの話。筋金入りの科学者だったのに、そういう会話もお手の物だった。私が一人でいるのを見ると、いつも社交の場に連れて行ってくれた。人間観察はとてもいいけど、人と話すのはもっといい、なんて言って。レノアには知り合いがたくさんいて、みんなに何時間でも抱き合っていられる子って私を紹介してくれた。そんな彼女がもういないなんて。ある時を境に、よりを戻そうなんてことも考えなくなかったけど、とにかく素敵な人だったから、せめて謝りたかった。でももう、はあ、あと残酷な皮肉というか、私がバーテンダーになったのも彼女がいたからなんだよね。お酒が好きだったからとか。そうなの？今後どうやって生きていこうかって考えた時、レノアと二人でクラブに行った時のことを思い出して、そこでお酒の合成やそれに使われる薬品、化学反応について教えてくれた。なんだかすごく魅力的に思えて、それで、あなたのおかげでカクテルを作ってみたくなったって言ったの。彼女は、他の全部に失敗したらバーテンダーになるのも悪くないんじゃないって。へえ、面白い話。大丈夫？まあこれを大丈夫って言うならね、こういう風に見てみると、やっぱりこう、お葬式の時間って大事なんですよね。こう、なんて言うんでしょう、式を、目処に区切りを、式って結局区切りをつけるためですからね。で、そのお通夜とかね、親族、もしくはその個人を知ってる人たちで、その亡くなった人たちの思い出話をしたりとか、あとはしばらく仕事から離れてね、意味の期間を作ったりとかで、少しずつ少しずつ日常に戻っていくっていう作業はどうしたって必要ですから。でもジルちゃんにはね、そういう期間が なかったというか、突然知らされちゃったから、こうやって引きずる羽目になるし、今ね、アルマがバーテンダーになって話を共有するっていう、こういう時間はすごく大事なんですよね。今ようやくできてよかったんじゃないかな。でもアルマ、あなたにはお礼を言わなきゃ。
を聞くって言って譲らなかった。そこにいて最初から最後まで話を聞いてくれた。私は自分を表現するのが苦手だし、笑顔を振りまいたり人を癒したりもできないけど、あなたのことがすごく好きだよ。ただのバーテンダーとお客って関係かもしれないけど、でもあなたの友情に本当感謝してる。ひきにしてくれてるだけかもしれないけど、あなたのためにカクテルを作れて嬉しい。いい友情だね、ジル。どうしたの？死ぬの？照れちゃったのかな？何それ、人が素直になろうとしてるのに。ごめんごめん。でもあなたがそんなに感傷的になるのは珍しいから。人に償えないのがどれだけ悲しいことかようやく分かったんだ。死ぬほど心が痛むんだって。こんな思いはもう二度とごめんだよ。もう嫌なの。これ以上誰かが突然私の人生からいなくなるのが、その人との最後の思い出がひどい思い出になってしまうのが、一時の気まぐれで取り返しのつかないことをしてしまって泣き暮らすのはもう嫌なの。人生後悔の連続だからね。そんな思いはしたくない。そのためなら自分のキャラに合わないことをしたって全然構わない。その人をどれだけ大切に思ってるのかちゃんとみんなに伝えたい。もし喧嘩するようなことがあったら、プライドをぐっと飲み込んで勇気を振り絞って自分から謝る。相手が大切だったらってことだね。こんな思いは嫌。もう本当に嫌。なかなかいいアイディアだね。私も真似させてもらおうと。愚痴はこれで終了。こっちの席に戻って仕事中なんだから。はーい。どっちにしろも閉店時間ね。アルマは本当にいい女ですね、いい友情だ。どっちにしろも閉店時間ね。でも楽しかったよね。本気だからね。さっき言ったこと、今日はいろいろありがとう。おバカさんね。あなたは私の悩みを聞いて、私はあなたの悩みを聞いた。でしょ。いいね。うん。じゃあそろそろと、あ、その前に今の話ご両親には申したの？大体のところはね。でもレノアが死んだことはまだ。いつか話してみたらどうかな。私のことで困らせたくないし。何言ってるの？親なんだから。あなたが困ってることがあれば知りたいに決まってるじゃない。どうなんだろうね。親御さんの姿が全然見えてこないから、いつか話してあげて、今みたいに。そしたらきっと喜ぶから。じゃあそろそろ帰るね。また日曜日に。気をつけて。ほんといいね。あのアルマというのは本当に気立てのいい娘だな。あ、ボス聞いてたんですか？全部ではないかな。大体のところは聞かせてもらった。顔つきもだいぶ変わったじゃないか。そうですか。ああ、さっきよりも楽しそうで何よりだ。まあいい。今日は店じまいだ。明日はもっと明るいジルで頼むぞ。はい。あ、そうだボス。あの手羽先のことなんですけど、スパイシーチキンのアフタレどもね。あ、注文間違えたんでしたっけ。悪いね、デイダ。それだけのスパイスとなると、明日にならないと入荷しないんだ。だと。それが常連に対する態度か。電気を止められずに済んだ。あ、よかったよかった。ジルは安心して仕事に打ち込めるだろう。じゃあ今日は何も買わなくていいんですね。とりあえずおセーブ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 。はい。よし、じゃあちょっと記事を見ていきましょう。ニュースをまた読んできました。掲示板はこちら、グランドスラムファイターズ新しい
麻疹拒絶反応で今年80人が亡くなっていた。で、ジルちゃんの彼女のレノアもそのうちの一人っていうことになるのかなっていう反応でしたね。あとは大きな話はなかったかな。12月